妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。夜分遅くにすみません。まだお仕事中でしょうか？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。なんだか気を使っていただいたみたいですね。昨日に続いてですけど、今日もどうしても会いたくて練習終わりで来ちゃいました。その言葉、そっくりお返しします。なんか、いろいろ言いたかったんですけど、先輩の顔見たら、そんな気もなくなりました。いいんです、ちゃんと分かってますから。それで、なんですけど、これ、よかったらどうぞ。チョコです。今日バレンタインデーなので。大げさですって言いたいところですけど、素直に嬉しいです。改めて元の現実に帰ってきたんですよね。そうだ先輩、私あれからちゃんと私として生きてます。これからだって。あの隣いいですか？もう少ししたら地元に帰るんですよね。お気持ちだけいただきます。私もっと頑張りますから。どこにいたって私のことが先輩に届くように。好きな人を思って演技をする、かすみの言っていた意味がようやくちゃんと分かった気がします。先輩のことを思ったら今度の大会もきっと大丈夫、そんな風に感じるんです。わかってるくせに。